アメイエムハト2世は古代エジプト第12王朝の第3代ファラオ。フオーセレセと1世の地四42年目に共同統治者に任命された。その地勢中、湿地帯が広がるファイユーム地方が食料増産の可能性を秘めた新たな農地として注目されるようになり、大規模な観宅事業が着工された。堤防を築くことでナイル側からの水の流入を防ぐ。 ことが試された一方で、考えを効率化するために従来使用されていた運河がより広く深く掘作された。祖父アメンイエム派と一世の代から行われていた対外遠征はさらに遠方まで及び一部は航海に到達したほか、地政28年目にはヌビアのさらに南のプントまで遠征部隊を送っている。軍事政策だけでなく外交による政策も活発に行われた。 地中海東岸の地域レバントに使者を派遣して、贈り物を交換した。また、地中海を挟んで北にあるクレタ島とも交流があった。外国との交流が活発になった結果、アメン・エムハト2世の時代以降、エジプトで活動する外国人の数が徐々に増え、発見される遺物にも、しばしば外国系の名前が見られるようになる。アメン・エムハト2世の死後は、 ダハシュールに気づかれたピラミッドかその近辺に気づかれた墓に葬られたと考えられる。地政32年目に共同統治者に任命された息子のセンセレト2世がその後を継いだ。ありがとうございます。